皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。はい、今日はですね、大人気のソイプロテインのウェイトダウンというラインナップがあるんですけれども、待望の新フレーバーが出ましたので、早速レビューさせていただきたいと思います。ほっこり豆乳ラテ風味です。豆乳ラテです。私これずっと楽しみにしてたんですよね。いいですね、はい、ウェイトダウンも美味しいですからね。そうなんです、ウェイトダウンが大好きで。私も大好きなんですよ。今までなんかソイプロテイン結構苦手だったんですけど、わかります。うちのウェイトダウン飲んでからめちゃくちゃ美味しくて、もうむしろもうあのソイプロテインが大好きになってて。いや、その通りです。私も同じくです、ね、だからもうそのあの新フレーバーが出てめちゃくちゃ嬉しいですね。楽しみです。早速レビューしていきたいと思います。はい、中身はこんな感じです。ほんのり薄茶な感じですね。ラテの色ですね。香りがもうすごいです。あー、すごいコーヒーのアイスみたいな気がする。コーヒーの香ばしい香りがすごい、開けた瞬間にしてくる感じ、とお水はまたこれもいつもと同じ 200ml に大スプーン1杯でいきます。おお、すごい。ソイプロテインって溶けにくいんですけど、このシェイクで簡単に全部溶けました、ね。ダマもない。すごいコーヒーの色ですね。色もそうですね。じゃあいただきます。いただきます。ああ、匂いすごい。シェイクすると余計香りが、うん、すごい強くなりましたね。際立ちますね。コーヒーの匂いすごい。いや、これはあの一気飲みするんじゃなくて、ちょっと味わいながらゆっくり飲みたい感じのフレーバーですね。なるほど、はい、あえてこの優雅に飲みたい。まさにほっこり豆乳ラテって感じですね。一気飲みじゃないですね。ごちそうさまです。はい、あのソイプロテインなんでね、あの普通のプロテインに比べたらやっぱり、うん、あの腹持ちがいいっていうか、吸収スピードがゆっくりなところがあるので、はい、あの小腹が空いた感触にもすごくぴったりですし、うん、ちょっとティータイムに、そうですね、本当にぴったりです、うん、本当にカフェで飲むあの豆乳ラテそのまんまっていう感じで、うん、え、これがプロテインなのっていうぐらいの美味しさでした。甘さ結構控えめですよね。はい、ね、本当に。でなんかあんまりソイ特有のなんかザラザラ感とか全然気にならなくて、ね、すごい気にならないですね、ザラザラ感がね。豆乳の風味がこうコクのある感じになってて、うん、逆にソイプロテインだからこそ美味しいっていう感じでした、うん。ではですね、こちら、1食 29g、あたりですね、エネルギーが 113.4kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.7g、食塩相当量が 0.8g になります。こちらですね、他 の、 あのウェイトダウンのシリーズと同じように1キロ入って、4100円での、発売になります。発売日なんですが、こちらも、6月10日水曜日のお昼12時から発売になります。限定3000袋で発売になりますので、発売日にぜひチェックしてみてください。そうですね、はい、ウェイトダウンシリーズすごく人気があるので、うん、早めに売れてしまう可能性もありますので、ありますね、十分ぜひ気になる方はお早めに、はいはい、ご購入いただければと思います。大人気のソイプロテインのウェイトダウンから出ました新フレーバーのほっこり豆乳ラテのレビューをさせていただきました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。